どうもね、このゲームね、マルチエンディングだったらしくてね、これ、ギャラリー見てみたらさ、こう、エンディングが4つもあるんじゃん。これはそんなに長く痛快ようなゲームなのにさ、エンディング4つもあるんじゃん。で、今回、多分、一番いいエンディングではなかったんだな、これ。左から2番目あたりやけん、まあ、2番目にいいエンディングぐらいなんだろうな。でね、公式サイトの方で見てみたら、あと3つほどエンディングがあるんで、ちょっともう3つもちょっと頑張ってやってみたいなと思います。できるかどうか知らんけど。多分、俺が1つ目に出したエンディングがエンディング2なんだろうな。あの、エンド2。で、エンド2点がエロボン全部取って、原則の技全て回避することが成功したって時に出るらしいんやけど、じゃあエンド4点がさ、あの、得点3万点未満で最後まで行くってあるんやけど、最後までってなんなん？そのベッドを捕まえられずに、そのままずーずー行っとったら、まださらきになんかあったんかなって。とりあえずな、エロボン最後の1個取らずに行ったらどうなるかってやってみます。ここジャンプ、ここ回復、ここかわして、ここはそのまま行って、エロボンこの辺、あ、財布か。あ、ここじゃ、エロボンは、あえて取らん。あえて、あー、ゴルゴ打ってきた。念願のゴルゴ13じゃ。ここ避けて、なんか怪しいと思った、怪しいと思ったけど、ジャンプしたけどダメでした。人は急には問われません。皆さん覚えておきましょうね。ここをそのまま行く。ここ、あ、財布は取ってもいいんだ。財布はここは取らない。エロボンは取っちゃダメで、打つんやけど当たらんのよ。これ当たらんようなもんなんじゃ。ここじゃ、これ変か。おー、うまい。警察、あ、おお、届けただけなんじゃ。よかった、当たっていいね今の。あ、最後まで来た。やっとベッドが止まったと思ったら、はいはい、あ、ブラックカンパニーって、あがらさまにブラック企業と言ってるやんこれ。まさか、まさか、ここは会社。はあ、お、お、お前も休日出勤か。何がお前も休日出勤じゃん、お前。はあ、社畜エンド。24時間早く出社だしただけさ。いや、帰れや。お前も休日出勤かじゃないや。帰れや。だったら。あと、同僚、主人公にグラフィでやけにシャキッとしたな、お前。お前、絶対、週休2日制取ってるだろ、お前。よっしゃ、次行きます。なんかエンド1がさ、3万点以上で最後まで行くって言うてさ、またロードから始めればいいんやけど、なんかもう一つさ、エンド3の方がね、あの、オープニングで待て、俺のベッドって状態で放置しとったらなんか怒るみたいな話になったんですよ。なんかエンド3、この感じ、このさ、条件からしてなんかネタ集するんよな。なんでちょっとそれ最後に回してエンド1先に見ます。多分エンド1の方がいいエンドなんだろうけどね。多分ね、なんか俺、橋を途中に風船トンビを見送ってね、その後あたりに子供がおるんで、もしかしたらその風船触れて、子供に触れたら、なんか加点されるんじゃないかなって俺思うんですよ。だからそれちょっと頑張って、覚えときます。ここ取る。ジャンプ。ここ避けなくてよし。ここ、あ、財布はいいんだよ、財布は。財布はいい。で、エロボンがダメ、エロボンがダメ。あ、ゴルゴ13は避けない。あ、これ。これよ、これ。あ、やっぱ加点じゃん。ここ避ける。あおー、ここジャンプ、回復、ジャンプ、ここ避けない、財布、ここかわす、エロボン取らない、ゴルフ13、風船、そしてようじょ、ここらへんか。あおー、かわせ。あー、そしてこの女を未来の嫁にする。泣かないでってめっちゃ安い。うー、この女殴ったろうが、この女ぶっ殺したろうが、こいつだけやてに、やけに、俺に立てついてくるんやけど。あーやー、ミスった。あの財布は取らんかったら、ポイントのために。それはっ、お財布ゲット、それ、ジャンプ、風船ゲット、泣かないで、
ここがやっと、ああ落ちてました。おお、よくやれです。いけるか。3万いかない。3万いかない。ここは会社最初からやらんかったらあかん、これ。それ、あ、これもしかしてさ、エルボントランの方がさ、あの走る時間が長い分スコアが上がるんかな。もしかしてエロボン全部取らずに行こうか、これ。この辺でスコアじゃ、加点ポイント全部取ったんかな、これ。ちょっとそこだけが不安なんやけど、わからんもん、どれがどれで。でもあれか、エロボンで加速せんかった分ちょっと走る時間が長くてあれになったんかな。うー、え、あ、加速できんかった分ちょっと犬が襲ってくるか早なっとんかな、これ。つまり1個ぐらいはエロボン取っとった方がよかったんかな、わからん。このゲームとの駆け引きがいまいちようわからん。と、それお、よっしゃ、これじゃ、これでいいんじゃ、多分これでいいんじゃ。ギリちゃん、オッケー。あー、これがあったわ、そうだそうだ。ほい、あー、バイバイゲーン。やらないか、やめないか。おいっす、おいっす。あー、さっきまで当たってなかったやん。さっきまで当たってなかったやん。なものしい落とした。こうへんかな。よし、かっこいい。セーフドール、これジャンプよける。あ、これ取ってよかったかな。まあいいや。風船もちゃんと取らんかったら、ここであれができない、加点できない。ここ、あー、おばあさん、お前、学習しなさい。ここゲット、これ取っていいかな、わからん。あ、でも取らんかったらあれかもしれん、ゴルゴ13の受撃よけねんかもしれん。ああ、このババア、ババア、お前撃たれるぞ。これ取らずにいってみよう。あー、やっぱり当たるんや。取らんかったら当たるんや。ゴルゴ13、俺何か悪いことした。誰に雇われた。ゴルゴトルネード、この辺かな。え、わからんわ、これだけ。なん、どのタイミングで飛べばいいんだこれ。忘れた。ジャンプ、あ、これじゃ、ここじゃ。そう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 。で、もうここまで来たらゴールじゃ。あれ、これでも足らんの？やった。ベッドが。おにぎりゲット、どうぞ。うわ、ふんふんしちゃったよ。はっ、ジャンプ、よいしょ。えい、よいしょ。ほっ、ジャンプ、ジャンプ。あー、ここだけなんかいい感じに行きよった。
第二区間のとこだけはさ、ノーミス一挙だもん今よ。えほとベッドお財布ゲットと、これはちあ、危ない危ない危ない、ちょっとジャンプして避けそうになっとった。はい、避けた、落ちてました。やった、3万超えた、やった、ようやく3万超えた、やったー。しかも3万1000とかいくんじゃ、捕まえた。どうなる、エンディングはどうなる。俺がベッドを捕まえた日を境に世界中のベッドが動き出した。人々は硬い床の上で寝ることを余儀なくされた。ベッドを捕まえられた者は未だ現れず、人類の希望は俺に託された。何の希望じゃこれ。なんか壮大な話になってるし、なんか人気は降りそうなところ降りるし、仕事もする、ベッドも捕まえる、両方やらなくちゃならないってのが社畜の辛いところ。そんな社畜初めて聞いたよ。めちゃおるやん、後ろ。もう捕まえてくださいって言わんばかりにおるやん。覚悟はいいか、俺はできてる。狩られる側の覚悟か。ヒーローエンド、すべての人に安眠が手に入るその日まで。これヒーロー目指し始めたところの埼玉だろこれ。この後期待始めたらハゲになっていくパターンだろこれ。後と埼玉である、ハゲマントであるが。なんだこれ、何がヒーローじゃ。やったわ、何にせよやったわ。これもしかしてさ、罠の種類も全部見たんかな。これ全部見てる、罠の種類も全部見てればいつの間にか。やったー。じゃあ最後のエンド3見ようぜ。どのタイミングでやったっけな。はあ、やっと地獄の錬金が終わった。残業残業。待て、俺のベッドのところがどの辺でやったっけな。あ、ここでか。これじゃ、俺のベッドー、この状態で置いとったらエンド3が見えるんじゃ。置いとったらなんか起こるって、ポケモンのルビーサファーのレジスチルだったっけ、レジアイス、レジロックのどれかにあったよね。2分待っとったら、扉が開くみたいな、そんな感覚かな。どんな感じ、何が起こる。ベッドなんてなくても俺は寝るぜ。諦めるやん。はへひっぴえん、ん、よく朝風よ。なるほど。全部見えた。おお、な、なになに、どうしたどうした、おっさんどうした、改めて。ふん、え、え、よいしょ。ああ、おおお、こういうの出してくれるんじゃ。ああ、上半身裸になった意味あるんか。裸になってる、こっちも裸になってる。